新登場。ダンスフロア直撃のテクノサウンド、これがハイボルテージメガレイ。メガレイボリューム1、ファッション&ガン、from ジュリアナ東京、now on sale by internet teaching。スーパードライ、今週のショービズラインナップ、まずはじめつのように全米映画興行成績ベスト10、批評家の冷遇にもめげずセクシーなヒット作を放ち続けるエイドリアン・ライン、幸せの条件で100万ドルに目がくらむ悲しき夫を演じたウディ・ハレルソン、This Boy's Life でデニーロと演技の火花を散らしたエレン・パーキン、新作で共演、私生活でも恋人同士のエリック・ストルツ&ブリジット・フォンダ、スター・トレック新シリーズにゲスト出演を志願したスティーブン・ホーキング博士、ポール・マッカートニーを筆頭にビッグスターが共演したアースデイ・コンサート、そしてアメリカの最新チャート4月24日付ビルボードトップ10と続きます。この番組は技術が作る高度な触れ合い、ソシオテックの三菱電機とご覧のスポンサーの提供でお送りします。ショービズ、みたいなこの緊張感、なんだなんだ、足がふわふわするよ。都会じゃ体験できないこの楽しさ、ここにはこんな素敵な出会いがあります。楽しさにありがとう、那須高原林道湖ファミリー牧場。リホの楽ちん生活、夜ビデオを見る、テレビデオだからすぐ見れる、はあ、楽ちん楽ちん。朝テレビ見る、オートターンで寝たまま見れる、はあ、楽ちん楽ちん。こっち向き、三菱テレビデオ楽ちん館21、新登場。 G コード予約もできる。三菱、放火による集団自殺という壮絶な最後を遂げた宗教集団ブランチ・デビディアンの籠城事件が早くも NBC でドラマ化されています。事件が悲劇的な結末を迎える以前から制作が開始されていたため、ラストシーンは2月28日の銃撃戦となっていますが、 NBC はその後事件の結末を伝えることにしました。放送日の5月23日に向け現在撮影が進められていますが、リーダーコレシを演じるティム・デイリーは彼の死のショックを隠しきれないようです。 It's very very sad. I mean, a few hours ago I was playing someone who's alive and now I'm playing someone who's probably dead.ジャクソン一家の問題児ラトーヤ・ジャクソンのソープオペラ的人生に何度目かの山場が訪れました。ラトーヤは21日未明、夫ジャック・ゴードンから暴行を受け病院に運ばれました。ラトーヤ・ジャクソンのマネージャーでもある夫のジャック・ゴードンは21日ラトーヤに対する暴行の容疑で2人が住むニューヨークのアパートで逮捕されました。ゴードンはダイニングの椅子を使って暴行を働いたとみられ、ラトーヤは顔や全身を負傷し市内の病院に運び込まれましたが、幸い傷は浅く数時間後には退院しました。ラトーヤは以前にゴードンとの結婚はジャクソン一家から自分の身を守るための手段であり、信頼する人物ではあるが問題が解決すれば離婚すると語っていました。ロックシンガーのデビッド・リー・ロスといっても、あの人は今のコーナーではありません。ロスは先週の金曜、ニューヨーク市内の公園でマリファナ10ドル相当を購入し逮捕されました。この日は計画的な麻薬の一斉取り締まりが行われていたということです。悪いことはできません。ポール・マッカートニーのアメリカツアーが14日ラスベガスのアリーナでスタートし、およそ3万人の観衆を沸かせました。
新作からビートルズのヒットナンバーまでが楽しめるこのツアーは、6月中旬まで全米19の都市で行われる予定です。今週の10位、ポイントオブノーリターン、砲台アサシン。5週目で2ランクダウンとなったロマンチックアクション、リュック・ベッソン監督のニキータをハリウッドがリメイクしました。主演ブリジット・フォンダ。9位、アンフォーギブン、砲台許されざる者。オスカーの威力か、それとも映画の実力か、ともかく復活3週目も不動でクリアしたクリント・イーストウッドのウエスタン。脚本はブレードランナーのデビッド・ウェッブ・ピープルズ。8位、フライングゲーム。こちらも息の長さを誇るロマンチックスリラー。いい映画ってやっぱりいいものなのですね。男の友情を守り、人質の恋人を訪ねる IRA テロリストにスティーブン・レイ。7位、ティーンエイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズ3。5週目で2歩交代したカメさん忍者チーム。戦国時代の日本にワープして本物の侍と対決します。主演イライアス・コーテス、共演ペイジ・サーコ。6位、アドベンチャーズ・オブ・ハック・フィン。3週目で2ランクダウンのファミリーアドベンチャー。永遠のワンパク坊主ハックルベリー・フィンと奴隷のジムの友情が感動を呼びます。主演イライジャ・ウッド、共演ジェイソン・ロバーズ。5位、初登場ベニー&ジューン。408巻の小規模公開ながら順調なスタートを切ったオフビートラブコメディ。ちょっと変わった兄と妹、もっと変わった訪問者、3人の奇妙な関係が見ものです。主演ジョニー・デップ。4位、コップ&ハーフ。3週目でワンランクダウンのアクションコメディ。殺人の目撃者が半人前の坊やだけ。この子が協力の条件に出したのが、なんと1日警官だったから大変です。主演バート・レイノルズ。3位、初登場ボイリングポイント。売れっ子ウェズリー・スナイプスが相棒殺しの真相を追うアクションサスペンス。デニス・ホッパー、リゴ・モーテンセンが共演。監督はジェームズ・ R ・ハリス。2位、ザ・サンドロット。2週目もセカンドの座を死守の思春期草野球コメディ。思い出の夏、少年たちは野球に笑い泣いたのでした。監督デビッド・ミッキー・エヴァンズ。1位、インディーセント・プロポーザル、放題幸せの条件。2週目も断然トップで回ったラブドラマ。100万ドルか夫婦の愛か、さてあなたはどちらを取るでしょう。監督は黄金の極物キャリアを爆心のエイドリアン・ライン。今週もトップに輝いた幸せの条件は、早くも今年一番スキャンダラスな映画と呼ばれています。批評家にソース感を食いながら大ヒットに輝いた問題作を監督したのはエイドリアン・ライン。ナインハーフ、危険なジョージと際どいヒット作を連発するラインが新作について語ります。挑発的なエイドリアン・ライン映画を観客は熱烈に支持し、批評家は顔を背けます。So you would think they would say, well, thank God, a movie where nobody got slaughtered or the head blown off, you know what I'm saying? But no, they don't. For some reason, they find some of my movies anyway, like exploitive sexually, which is silly. I mean, what's wrong with sex? It's to be enjoyed, isn't it? You might enjoy it. Don't bet on it. I think people have a tough time enjoying it. You know, in France, where I live most of the time, you know, sex is kind of like food and drink. ラインは長年にわたりグルメなセックス描写を極めてきました。 CM 出身の英国人監督はフラッシュダンス、ナインハーフでも最高に挑発的なシーンを提供しています。 Again, the flash dance. God, you cannot believe what people said about it. Hateful. People said when I photographed her thighs, you know, when she was kind of working out and stuff, that it was an obscenity or something.
that I would concentrate on her thighs, you know. And I thought she had great thighs, the girl, and I just tried to make them look nice, and they were sexy. I mean, there's nothing wrong, innately wrong, with somebody being sexy, is there? Or erotic. That's nice, isn't it?最新作ではあまりにシンプルな幸せの条件が話題です。Suppose I were to offer you $1 million for one night with your wife. 批評家は幸せの条件を不埒な映画、くだらない一作、そしてこれほど目立つのに中身のないものはパッド入りのブライライなどなど散々にこき下ろしています。I swear to God, if you try and court kind ofcommercial success, I know it's doomed to failure. The only criterion I ever have is that I like a script and it's either a page turner or it's not. 今回の極めつけは$25,000の殺ビラの中でのベッドシーンでしょう。Be fun to do that, I think. 映画はわずか5日間で$25,000どころか$2,500,000を稼ぎました。批評家なんか怖くないエイドリアン・ラインです。I mean, yeah, a little bit like that, yeah. Sherry Sylvester, CNN Entertainment News, Hollywood. まずは質問を一つ。100万ドルもらえたら、見知らぬ誰かにあなたの奥さんを一晩だけ貸してもいいと思いますか？答える前に、愛と100万ドルの重みをよく天秤にかけてみましょう。幸せの条件で億万長者、ロバート・レッドフォードに妻、デミ・ムーンを貸してほしいとプロポーズされる夫を演じたウディ・ハレルソンに聞きました。See, I don't think too many cooks spoil the broth. You know, I think you got to have one chef. You know, you can have a lot of cooks.ハレルソンは幸せの条件で演技の腕を震えて満足げです。今回彼は頼れるシェフエイドリアン・ラインのレシピにスパイスを加えました。エイドリアンは必ず聞く人々の意見を聞く。何を思うか、非常に興味深い。そして、ここは非常に明るい男、自分の独特の意見を聞く。But he's always interested in everyone else's opinion. He was always wanting the actors to participate and improvise or, you know, try things that had nothing to do with the script, you know, just things that had to do with the relationship that was developing between my character and Demi's character. Demi Moore といくつかの危ないラブシーンをこなしたハレルソンですが、ラブシーンになれることなどありえないと言います。You have to be cognizant of that line, you know, that hold it, this ain't...This is a movie. And we're actors. In fact, we're friends, and I'm friends of your husband, you know? You know, so you gotta be, you know, conscious of that stuff. ハレルソンはテレビの長寿コメディシリーズ、チェアーズに、レギュラーとして8年間出演してきました。ついに打ち切りが決まった番組で、最後のセリフを収録した彼は、大いに感動したようです。We went into a room and we read the last scene of the last show of Cheers.And we're all sitting around there, the whole cast and everybody, and it was so heavy. I'm looking at these guys I've been hanging out with for 8 years. You know, it's like going to high school and to college and then saying, well, listen, you know, see you. And, well, anyway, I spent some time crying that day. It was just really heavy.もっとも彼は新たな仕事にも燃えています。 LA で上演中のファーチェスト・フロム・ザ・サンで彼は脚本・演出を担当。テレビ、映画、そして舞台でも活躍の彼は幸せの条件を十分満たしているようです。限定公開で現在38位につけている This Boy's Life、 映画でロバート・デ・ニーロと共演し悲惨な結婚をする羽目になる女性を演じたのがエレン・バーキンです。I hate it here. I want to just get up and go. I don't have another get up and go left in me. Do you understand that?作家トバヤス・ウルフの自伝的小説を映画化した This Boy's Life。 バーキンは離婚して息子のトバヤスと暮らす女性を演じます。彼女は人生の壁にぶつかり、デニーロ扮するドワイトとの再婚に最後の望みをかけます。 I always say people can call me anything they want as long as they don't call me late for supper. He's very charming.He's very funny. He and the boy joined the Boy Scouts. I mean, it's everything that she thinks will help whip this kid into shape. I mean, he's becoming a juvenile delinquent. しかし結婚後、夫としても父としてもドワイトの化けの皮は剥がれます。I think this is a woman who's kind of really been beaten down for about 4 years now and is suffocating.Treat me like Lucy, I'll act like her.
今回共演が叶ったデニーロとはお互いの仕事も知り尽くした友達として付き合ってきたバーキンですが、息子を演じた18歳のレナード・デキャプリオは未知の存在でした。Are you ever hesitant to work with a newcomer, or did you find this very easy? I'm never hesitant, no. I love working with kids, and they keep you honest, and it also, I don't know, the day is great. It's a great day. They're so full of life, and they love the job. They're so excited by it, you know, and we all can have periods where, you know, we're not so excited by it. Straighten up and be polite now, honey.This is basically my first real movie, you know, and right away, bam, working with people like that is just amazing. You get this energy from them that's like experiencing something in real life rather than acting with them because it's so real.新生との共演を終えたバーキンは、次回作イントゥーザウエストで気心の知れた夫ガブリエル・バーンと顔合わせしています。描いた夢はここにある。変えていくのは人間です。作り出すのは心です。描いた夢を掴むため、人、社会、地球を元気にしたい。ソシオテックで三菱電機は考えます。あなたのビデオはテープの力をフルに使い切っていますか？そんなあなたにテープシミュレーター搭載の三菱ミラクルプレイ。どんなテープが来ても感度をチェックし、実力を十二分に引き出すカムカムエブリテープな機能。さらに簡単予約の G コード対応で決めた。高画質録画の三菱ビデオミラクルプレイ。さあ君もレッツシミュレイ。三菱ショービズ。現在第10位のアサシンに主演するブリジット・フォンダはもう一本の新作ボディーズレス・アンダーモーションで恋人エリック・ストルスと共演しています。映画は90年代の若者にメッセージを送るものです。激動の70年代に生まれ、保守化の80年代に幻滅し、先の見えない90年代に困惑する若者たち。彼らは最新版失われた世代です。ボディーズレスト&モーションはそんな世代を外部の力が加わらない限り、止まっているものも動いているものもその状態を続けるというニュートンの法則に例えます。 Yeah, I know. Butte, Montana, city of the future. Yeah, I read that a while ago. The future's probably already there. Nothing's worked. Systems are failing. Wall Street, the yuppies, the free love of the 60s. Nothing really has worked. I certainly feel a part of that generation.スターカップルブリジット・フォンダとエリック・ストルツも将来の目標も定めず、行動よりは安息の方を好む世代に属しています。 I find that being in motion is usually involved some kind of a painful separation from the sedentary whatever that you got used to. I mean, you like ripped from your stool. But for some reason I'm compelled to always try, because I guess I'm afraid of being sedentary or something, afraid of being lazy. I just always assume I'm just so lazy. I'm not afraid of it. I think laziness is underrated in our country. It's wonderful. It is. Laziness is a good thing. I feel guilty about being lazy. I feel like I'm selfish. Well, you shouldn't. I think she's completely wrong about that. Laziness is a wonderful thing.彼はスモールタウンの変化のない暮らしに満足している青年。彼女は恋人任せな人生を送っています。And then that would make me happy if they were happy. If I could make them happy, then that would make me happy. And I still have it.この数年間生活を共にしている2人は、今回ラブシーンも見せましたが、ロマンチックな経験ではなかったようです。The creaking dolly, that's the best part. It's exciting, the sounds, 200 people breathing. The timing, split second timing. It's more fun than people will let you know. It's like making love and ice skating at the same time.アサシンからベルトリッチのリトルブッダへと新作が続くフォンダ。ストルツの方も売れっ子で、当分安息を楽しむ余裕はなさそうです。
映画では長い旅を終えたスタートレックですが、テレビシリーズではまだ現役。ちょっと変わったゲストを迎えた番組をエンタープライズ号からレポートしましょう。肩書きこそ注意に過ぎませんが、転送担当官パーマーの宇宙飛行歴はクルーの誰よりも豊富です。パーマー注意ことメイ・ジェミソン博士はスペースシャトルエンデバーで軌道上の8日間を過ごした体験を持つ本物の宇宙飛行士です。彼女がこの道を目指したのは子供の頃見たオリジナル版スタートレックに魅せられたため、今回はぜひ出演をとリクエストしてクルーに加わりました。part of the imagination and all of science, all of space exploration, everything we do in the world is about imagination and using your creativity to expand beyond your normal boundariesさらに数週間後、またもスタートレックの宇宙に興味を示す人物が現れました。難病にもかかわらず理論物理学の第一人者として活躍するスティーブン・ホーキング博士です。彼はその著書に基づく映画A Brief History of Time の宣伝のためロスを訪れていました。しかし博士の最大の関心事はスタートレックのセット見学、そして彼もまたゲスト出演をリクエストしたのです。We immediately sat down and wrote a scene whereOur android data goes into the holodeck and recreates three people to play poker with: Sir Isaac Newton, Albert Einstein, and Stephen Hawking. Professor Hawking joins the Star Trek Next Generation への出演で、彼は物理学の掟破りに仲間入りすることになります。アインシュタインによれば、光より速く移動することは不可能です。しかし博士は全く気にかけていません。Whenever anyone makes a major advance in physics.It breaks the previously accepted rules. So I don't mind being associated with violations of the presently known laws.ジェミソン博士の時と同じくエンタープライズ号の乗組員は敬意とともに彼らならではのユーモアで博士を迎えるつもりです。He's the only man I know of who's willingly chosen to go from feature films into syndicated television. I myself am trying to do it the other way around, but.I'm not a genius, so maybe he's got the answer. ホーキング博士の記念すべきゲスト出演は春の終わりに放送される今シーズンの最終回に予定されています。ちなみに博士は出演シーンの脚本にも参加しました。いいセリフを彼が独り占めしている可能性も大いにありそうです。